ちょっとですね、今日はちょっとで終わります。A index of server 1 hour after twist. It is combination. This is rotation of S. Rotation. Here in this apparatus. 今日もなかなかロングとコンピューターで transform。終わりました。お願いします。その場合には元になっている集団は住民基本台帳に名前のある人であり、集団がはっきりしていました。しかし RDD 法ではその点が少し曖昧になっています。少なくとも電話を持っている人しか対象となりません。また電話調査の場合、回答率が問題になります。この調査の回答率は 59% ですので、約 40% の人が回答をしていません。そういう意味では対象と一致している集団は RDD で電話番号が発生する可能性がある人の中で、実際に電話がかかってきたときに回答してくれる人の間での内閣支持率と考えた方が正確かもしれません。このようにいろいろな調査の結果を見る場合には、単に数値だけに着目するのではなく、どのように調査が行われているのかという点についても確認するように心がけてください。さて、もう一度二項分布モデルに話を戻しましょう。例えば繰り返し回数20回で成功確率 0.4 の二項分布モデルを考えてみましょう。繰り返し回数20回ですから、成功回数として可能性があるのは0から20までの整数値になります。4.1 に先ほど紹介した 4.1 を使って計算した各値が起こる確率を棒グラフを使って表しています。このグラフを見ると、8回が一番起こる可能性が高く、8回から離れるに従ってだんだん確率は減少していくことが分かります。他の二項分布モデルについても同じようにグラフで表してみると分かるのですが、二項分布モデルの場合、ある値が一番可能性が高く、そこから離れるに従って確率が小さくなる点は共通しています。それではこの一番可能性が高いところはどこになるのでしょうか。実は一番可能性が高い点は二項分布モデルの平均に最も近い値になります。繰り返し回数20回は大きすぎますので、繰り返し回数を10回に減らして具体的に二項分布モデルの平均を計算してみます。成功確率は 0.4 のままにしておきますと、K 回成功する確率は10個から K 個を選ぶ組み合わせの数に5分の2の形状と1-5分の2、すなわち5分の3の10マイナス形状をかけたものとなります。この K 回成功する確率に成功した回数 K をかけて、 K が0の場合から10の場合まで足し合わせることで、二項分布 B の10の 0.4 の平均を計算することができます。その値が4であることがわかります。二項分布の場合には、もっと簡単に平均を計算することができる公式があります。一般に、繰り返し回数 N 回、成功確率 P の二項分布の平均は、NP となるという公式です。この公式を使いますと、繰り返し回数10回で1回の実験で成功する確率が 0.4 の場合には、10に 0.4 をかけて平均は4となります。
この値は先ほどの定義に基づいて計算した場合と一致していることがわかります。繰り返し回数を20回増やすと平均は 20×0.4 で8となります。図 4.1 の棒グラフの結果を見ても8回が最も出やすいことがわかるでしょう。一般的に二項分布モデルの成功の回数の平均が NP となることについては印刷教材の4章の終わりに証明をつけていますので、興味のある人はフォローしてみてください。ところで先ほど内角シリーズの話でも内角シリーズ P の本当の値はわからないため、観測されたデータを用いて板橋まで帰るんですね。どこやって帰るの？280、新井戸橋320。